どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが4月24日の月曜日なんですけれども、今回の動画は岡田監督が明かした佐藤選手に対する最新評価について、 ここまで打率1割台、そしてホームラン0となかなか状態が上がってこない佐藤選手。で、岡田監督は昨日の試合終了後、打てるもんを探すと、まあ、積極的な入れ替えをした。佐藤選手がスタメンから外れる可能性も高まる中、落合さんが語った佐藤選手の起用論、この点についても深掘りしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、岡田監督が課した最新佐藤選手表について。まあ、岡田監督は就任してすぐ、大山選手と佐藤選手、この二人の完全固定を明言 ししましたよねでその流れを一旦整理していくとなぜ岡田監督は大山選手と佐藤選手の完全固定を明言したのかそれはもうズバリこののの人がタイガースの軸の選手だからでですよねで当時の岡田監督のコメントですが得点という意味では消化不良だったでも年が変われば全然打てる大山と佐藤が中心になってクリーンナップを打って不動のポジションでチームを引っ張っていかないと。 ポジションンン固定して2人がクリーンアップを打たないととこのようにコメントまあ、昨シーズン、大山選手で言うと、ファーストとレフト、そして佐藤選手はサードとライトと、まあ、それぞれ2つのポジション、まあ、複数ポジションね、守りながら1年間戦っていましたが、岡田監督はまずここにメスを入れて、2人のポジション固定して、完全にクリーンナップを任せる方針を明かした。で、まず2人のポジション固定することによって、その1つのポジションの守備練習に特化できる。まあ、だからこそタイガースの課題だった、エラー数も減るんじゃないか。そしてポジションが固定されることで精神的にも楽になり、打撃にもいい 結果をもたらすんじゃないか、まあ、そういう考えのもと、岡田監督は大山選手、佐藤選手の完全固定を明言したんです。ですが、実際岡田監督が中に入って始まった初期キャンプ、そこで佐藤選手の姿を見た。岡田監督はプロ野球である。以上、みんな練習できると思う。やんかとできないのはちょっとおかしい。2年間やってきてなと。佐藤選手に対して色々と苦言を呈していましたよね。で、それ以降も岡田監督は佐藤選手に対し、色々厳しいコメントを出していましたが、キャンプからの対外試合、そしてオープン戦通してずっと佐藤選手を起用し続けてきました。で、そんな。 選手ですが開幕3連戦非常にい,いスタートを切りましたよねというのも、1打席目に、レフト線破るツーベースを打って、その後はライト前ヒット。で、この打球に対するライトの処理を見て、佐藤選手は一気に2塁へ。ですので、開幕戦は2本ツーベース打って、開幕2戦目はヒットがなかったものの、フォアボールを2つ。そして、開幕3戦目はヒットとフォアボール2つということで、開幕から打ってよし、選んでよしと、佐藤選手はいいスタートを切ることに成功しました。ですが、そんな佐藤選手のここまでのシーズン成績見ていくと、合計19試合で63打数11安打。打率が 1> 1割並ぶ5ツーベースは5本ありますがホームランゼロ打点が2。 フォアボール9つ選んでで失率率ががが割割並並ぶぶ ops 得点打とということでさあ、皆さんはここまでの佐藤選手の成績見て、どのように考えますでしょうかまずやはり気になるのが、5番バッターとして得点圏打率ですよね。やはりクリーンナップに関しては、チャンスで回ってくることが非常に多い。で、岡田監督も今シーズン戦っていく中で、ホームランより打点なんだと、特にクリーンナップに関しては試合を決める勝利打点を増やしてほしい。このように語っていましたが、ここまで佐藤選手は得点圏、13打数1安打で打っ 率が0割でそしてもう一つ佐藤選手の最大の魅力でもあるホームランこれがまだゼロなんですね1年目は24本2年目は20本とホームランの数は減少したものの広い甲子園を本拠地にしながら佐藤選手は2年連続でホームラン20本以上を記録でそんな佐藤選手の月別成績を見ていくとまず1年目の2021年、まあ、佐藤選手は開幕2戦目で、ね、非常に大きいホームランセンターバックスクリーンに放り込んでいましたが1年目の3月4月でホームラン7本そして2年目の2022年に関してもこの3月4月でホームラン本 打ってるんで、すねで佐藤選手はそこからそれぞれの年、どちらもホームラン20本以上を記録するわけなんですが、佐藤選手の傾向を見てると、3月、4月にそれぞれいいスタートを切って、まあ、どちらかというとシーズンの前半にホームランを集めるという傾向があるんです。まあ、特に1年目なんて3月、4月に7本打って、5月6本、6月6本と、ほとんどがね、まあ、この前半に集中していましたし、で、2年目に関しても3月、4月に7本打って、5月に5本、で、そこからはそれぞれ2本ずつということで、やはりどちらの年を見ても前半にホームランが集中している。で、佐藤選手は現在の自分 のの状況ににについいてててがってるるとと思ううううやもう次は打てるよよ頑張りますとこのように一言、まあ、最近の佐藤選手のコメントはどちらかというと短めで次は打ちたいです打ちたいに決まってますっていうね、まあ、こういう短いコメントというのを出していますが佐藤選手がどのようにこれから状態を上げてくれるかでそんな今の佐藤選手を岡田監督はどう捉えているのか、まあ、これは先週の金曜日小笠原投手との対戦後のコメントですが佐藤が振っとるのは全部ボール球やとこのようにコメント、まあ、この日の先発小笠原投手緩いカーブも使いながらそしてインハイにストレートを使いながら佐藤 佐藤選手手を完全に手玉に玉取り3打席連続三振、まあ、特にこの日の佐藤選手の打席内容を見てると岡田監督のコメントにもある通り緩いカーブ、まあ、これはねどちらかというとワンバウンドしそうなボール球なんですがそれに対してバットが止まらずカウントを稼がれてしまってここぞというところでドンとインハイを疲かれてしまう、まあ、150キロ以上の速球がインコースに来るとねどんなバッターでもなかなか反応することは難しいですが1年目と2年目そして今シーズン3年目に関してもやはり佐藤選手に対するメインの攻めは低めの変化球とインハイのストレートこういうパターンになっています で、岡田監督は佐藤選手が務める5番以降の打線について、そら打線やわ、1割台とかあまりに悪すぎるやん。そんなん今年は他のチームもおるけど、何人かおったらそこまでカバーしきれんわ。そらもう一回りしたし変えていかなあかん。変えていくっていうか、打つもんが折れへんやんか。打つもん探さなあかんしな。そらクリーンアップ打つもんが得点源なんやから、そのためのクリーンアップやからなと、このようにコメント。まあ岡田監督は昨日の試合終了後、ノイジー選手に対しても、ちょっとおかしくなっとると、こういうコメントを出していましたが、それでもノイジー選手は打率2割8分8厘。で、その後打つ大山選手が2割 並ぶでですからやはりどううししててもトータルのの数字で目立ってしまうのが5番の佐藤選手ですよね5番の佐藤選手が打率1割並ぶ5人で本来この6番はスタートから森下選手が任されていましたがそんな森下選手は現在2軍抹消中今は井上選手であったり板山選手そして島田選手などいろんな選手が日替わりで任されているでその後打つ梅野選手も打率1割0分2人ということでやはり今のタイガース打線見て大きな課題とされているのは5番6番7番この3つの打順なんですね で、この動画に関しては本日の公示前に撮影しておりますんで、明日以降に向けて大きな入れ替えがあるのか、それとも現在のメンバーで戦っていくのか、現時点では不明でありますが、佐藤選手の打順がどうなるか、そしてそもそもの問題として、佐藤選手をスタメンで継続起用するのか、これは首脳陣の判断という形になってきます。で、そういった中で先日、この佐藤選手もそうですし、それぞれのチームで軸となってる選手が2軍降格であったり、スタメン落ち、こういった流れを受けて、落合博光さんが、俺だったらずっと使うと、このように言い切ったわけですね。で、そのことに対して、落合さんのコメント ですが、それだけ責任を持って、彼らは仕事をしている。外すということは、相手のピッチャーを楽にさせること、いつか打ち始めるという過程の下でずっと使い続けます。と、まずこのようにコメントしたんです。まあ、このコメントに関しては佐藤選手だけではなく、これまでプレロ野球界で何年も主軸として仕事をしてきた。選手に対してのコメントなんで、まだ佐藤選手は3年目ですからね。他球団の主軸選手と比べてキャリアは少ないかもしれませんが、それでもタイガース球団で見ていくと間違いなく、佐藤選手は軸の選手ですからね。まあ、岡田監督が就任当初から掲げていた通り、大山選手と。 この2人は1年間チームを引っ張ってほしい存在。 で、落合さんは技術的なことを言いたくなったりしないんですかと、このように問われると、言いたくなることはあるけど、かえって選手を惑わすことになりかねない。本当に助けを求めたかったら、彼らの方から言ってくる。その時に適切なアドバイスをしてやることが一番いいことなんだろうと思うと、このようにも語りました。まあ、ですので佐藤選手がこの状態から抜け出すために、どういう取り組みを行っているのか。ま、直近の佐藤選手の打席内容を見てても、ああ、いい感じで上がってるなという打球もちらほらあるんですよ。まあ、ですので佐藤選手もホームランが魅力の選手ですから、どこかで気持ちいい一本が出れば、バッターとしてガラッと ね変わる可能性というのもあるんで、まあ、先ほどもご紹介した通りどちらかというと佐藤選手はシーズン初めの方にねホームランの数を増やしていくタイプの選手なんでまだチームとして19試合消化したばかり佐藤選手がここからどのように巻き返してくれるかこれは大きな注目ポイントです。ということで最後になりますが今週から始まる新たな戦いに向けて岡田監督が佐藤選手をどのように運用するかこれも注目しなければいけませんよね。まあ打てるもん探さなければいけないとそして5番以降の選手に対して岡田監督はいろいろコメントを出してるわけなんですが現状 ガラの1軍内野手で候補を探していくとなれば、やはり右バッターなら渡辺選手。そして左なら糸原選手になりますかね。まあ実際、渡辺選手に関してはジャイアンツ戦、佐藤選手に代わる形でサードでスタメン起用されて、ホームラン打ったり、守備でもハインプレー素晴らしい活躍というのがありました。ただ、昨日の試合、岡田監督は渡辺選手を代打起用ではなく、ダイソーとして起用したという観点を見ると、現状、渡辺選手のバッティングの状態はそこまで上がってないのかな？っていう見方もできますよね。そして、もう一人が糸原選手。まあ。ここまで。糸原選手はスタメン。起用はなく、基本的には。 代打で起用されるという形になっていますが、その糸原選手も今シーズン放った。ヒットは1本のみ。まあ、その1本がね。山崎投手から打った貴重なヒットになっているわけなんですが、果たしてこの糸原選手も今後シーズン戦っていく中で、セメン記号があるのか、これも注目していきたい。ポイントまあ、やはり糸原選手に関しては今シーズンこそね。代打でのスタートという形になっていますが、基本的にはずーっとメインで試合に出続けてきた。選手、そしてサードでのプレー経験に関しても昨シーズン多く積んだ。選手で、今現在佐藤選手が任されている5番という打順も糸原選手は打ったことがあります。 やはり今のタイガース打線見ていくと1番近本選手2番中野選手の出塁率が非常に高くその後を打つノイジー選手大山選手の打率も3割近いまあだからこそなおさら佐藤選手が任されている5番以降の繋がりというのが重要になってくる渡辺選手も糸原選手も十分スタメン起用される可能性というのもありますがやはりシーズン戦っていく中で岡田監督が一番最初にね明言したのが大山選手と佐藤選手の完全固定ですからやはりこの佐藤選手の復調というのはあれに欠かせませんまあ今佐藤選手にとっては本当に苦しい時期、まあ特にホーム はい、ということで、今回の動画では、岡田監督が課した最新の佐藤選手に対する評価について、そして今後の起用法どうなっていきそうなのか、この点についてご紹介させていただきました。まあ、やはり佐藤選手はタイガースの軸の選手、得点力アップ、そしてホームランアップに向けては佐藤選手の復調を欠かせません。これから一体どういう巻き返しを見せてくれるか注目していきましょう。皆さんは今後の佐藤選手の起用法について、どのように考えますか ますでしょうか？ よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局チャンネル登録者4万1500人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4万2000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。 毎日、トラホー、ありがとうございました。これから佐藤選手がどのように状態を上げてくれるか、今週以降の戦いも引き続き、注目していきましょう。ではまた